ジュルジュは、ルーマニア南部、ムンテニア地方の都市。ジュルジュ県の県都である。ブルガリアとの国境になっているドナウ川を挟んで、対岸には、ブルガリアの都市、ルセがあり、両者は、ジュルジュルセ友好記念橋で結ばれている。ジュルジュは、首都ブカレストの南 65km、ルーマニアの南の端のブルガリアとの国境地点である、ドナウ川左岸の沼の多い地帯に位置している。ドナウ川の中の3つの中州地域に含まれ、そのうち最大のものは、市の港であるスマルダの護岸の一部となっている。市は、ブルナズ平野に広がっており、ドナウ川氾濫源の中と同じく砂の多い地質の場所であるが、北の平原は、トウモロコシの生産が盛んである。紀元前1世紀のダキア時代には、人が集団居住しており、ブレビスタの王国の首都が置かれていたことが、考古学的調査より明らかになっている。ローマ帝国の時代には、ローマ皇帝ユスティニアヌス一世によって、テオドラポリスと呼ばれる都市が建設された。1837年のジュルジュ、1848年のジュルジュ現代まで普及しているジュルジュの町の設立についての仮説は、ジェノバの商人によってドナウ川の港として設立されたというものである。彼らが銀行を開き、絹やビロード製品を売買し、そしてジェノバの守護聖人ゲオルギウスにちなんで町を命名したとされている。この説は14世紀に現れ、広く流布しているが、後に専門家たちによって否定されており、今日、まだ有効な仮説は立てられていない。ジュルジュの要塞に関する言及が最初に見られる文書は、15世紀のCodex Latinus Parisinusである。荒れ果てた場所という記述は、1394年のミルチャ老公に対するオスマン軍の戦いの時の要塞の破壊を示唆している。1420年、ドナウ川交易を支配したい、オスマン帝国によって征服され、イェルギョユと名付けられた。交易の重要拠点であったジュルジュは、しばしば戦争に巻き込まれ、特に対オスマン戦争を率いたワラキア・トランシルバニア、モルダビアの未廃有慣行の時代と、一連のロット戦争の時代には大規模であった。町は1659年に徹底的に焼き払われた。1829年、橋で岸と結ばれたスロボジア島に置かれた。ただ一つだけ残っていた城の石壁と要塞が完全に破壊された。ルーマニア王国の最初の鉄道路線はブカレストとジュルジュの間に建設され、ジュルジュの駅は1869年11月1日に開業した。共産主義政権の樹立までは、町はブラシュカ県の県庁所在地だった。共産党政権支配下の1952年から1954年に、かけて、ジュルジュルセ友好記念橋が建設され、以降ドナウ川を渡って、南に隣接するブルガリアとの唯一の交通拠点となっている。1968年2月17日に、都市の交付がされた。ジュルジュの1900年の人口は 13,977 人、1930年には 33,48 人であった。2002年の調査では、69,345 人が在住している。民族の内訳は以下の通り。ルーマニア人 66,241 人、マジャル人40人、ロマ 2,964 人、ウクライナ人1人、ドイツ人12人、リポバン人6人、トルコ人12人、タタール人2人、スラブ人3人、ブルガリア人3人、ギリシャ人7人、ユダヤ人1人、イタリア人7人、アルメニア人2人、その他の少数民族13人、出自不明31人、合計 69,345 人。ジュルジュの産業は農業、工業、商業と多岐にわたっている。代表的な産業は食品産業、飲料、タバコ、石油と天然ガスの採掘。染色工業と既製服製造などである。また、材木や小麦、塩、石油などを出荷し、石炭、鋼鉄、繊維などを輸入している。1996年、政府の条例により、自治公社が運営する 163.54 ヘクタールの面積を持つ国際貿易促進のための施設、ジュルジュフリーゾーンがジュルジュ市の南東部に作られた。運営は2004年1月6日から商社に変わった。フリーゾーンの設立は経済的活動の発展に新しい可能性を作り出している。ありがとうございます。